車のシガーライターをかっこよく使いたい。カーショップとかで売ってるシガーソケットの3連とか4連、まあ2連とかありますよね。あれ、まあ見た目がいかにも、というか実用性重視ですよね。ただもうちょっとかっこよくしたい。せっかくつけるんだったらもっとかっこいいものを考えてる。アバンテックの R50。 なんかすごい形ですよね。本当にすごい形ですよ。商品写真で見ました。これを開けるのは初めてですね。お、かっこいい。かっこいいですね。こうやって使うものですね。シガーソケットを車側に挿す。あ、これガラス管ヒューズだ。ヒューズついてるの安心ですね。万が一の場合、このヒューズが飛ぶ。ヒューズが切れる。だから車側が壊れることないですね。で、こちら、このゴムの台座がついてます。このゴムの台座をこの間に入れる。これでこの付属の両面テープで貼り付けてください。これかっこいいですね。この隙間が綺麗に収まる。なんか純正品っぽくなりますね。電圧が表示されますね。あとこれ表示が逆になっちゃいますけど、こう上につけてもいいですね。加工とかできる人、DIY とかできる人、そういう部材としても嬉しいのかな。このケーブルも横から出てますけど、こういうものを開けられる人、工夫してこちらから出すとかできますね。もちろん保証外ですけどね。あ、嬉しいの。インプットボルテージ。12から24。トラックにも対応してますね。これ嬉しい。こういうの、なかなかトラックに対応してないんですよね。12ボルト車両だけに使えて、24ボルトダメ。っていうことがあるけど、これは使います。あ、トラック運転してる人。なんか、ちょっとかっこよくドレスアップしたい。その場合に使えそうですね。なんかヒーローものっぽいですけどね。でもなんかかっこいいですよね。ちょっとこれ字が書いてあるから反対にすると変な感じがしますけど、まあ逆さでもできますね。なんかこう上につけるとかね。過去車っていうのかな、上にもなんかある車あるじゃないですか。トラックとか。なんていうのかな、上にあるコンソール。そこにシガーソケットがつけれますよ。正確には2連じゃなくて、一つは USB です。これ外せないですね。なんか外せればいいですけど、スポッて外して、こっからシガーが出てこればいいですけど、ここは USB2 連。USB2 連とシガーソケット。車の中をちょっとかっこよくしたい。シガーソケットと USB をかっこよく増設したい。そう考えてる人、アバンテックの R50 使ってください。見た目もかっこいいですよ。ということで、バイバイ。